県内の高校生たちが手掛けた新聞の取材力などを競うコンクールの表彰式が静岡市で開かれ、東部の2校が最優秀賞に選ばれました。県高校新聞コンクールは、生徒たちに新聞作りを通して取材力や編集の技術などを高めてもらおうと毎年開かれています。今年は県内の高校から20校がエントリーし、最優秀賞に選ばれたのは沼津東高校と韮山高校です。2校は高校生の政治意識を問うものや災害時に役立つ防災術の特集など多角的に考えられた企画であったことが高い評価を受けました。審査員を務めた高校文化連盟の内山康政さんは、当事者意識を持つことでいい記事の材料を見つけることができるとアドバイスを送りました。